ミシェル・バーチハックはアメリカ合衆国の女子バレーボール選手である。ポジションはウィング・スパイカー。アメリカ合衆国代表。2008年メキシコで開催されたジュニアの北中米選手権で金メダルを獲得した。同年にイリノイ大学アーバナ・シャンペーン校へ入学し、卒業後はプエルトリコのラニラズ・デトア・バハに入団した。2014年に ドイツブンデスリーガのドレスナー SC に移籍した。2015年にアメリカ代表に初選出され、同年のパンアメリカンカップに出場し、金メダルを獲得した。2017年のグラチャンで銅メダルを獲得した。2018年のネーションズリーグで金メダルを獲得し、自身もベストアウトサイドヒッター賞と MVP に選ばれた。2019年ワールドカップで、 銀メダルを獲得した。2021年、ネーションズリーグで金メダルを獲得し、MVP とベストアウトサイドヒッター賞を受賞した。東京2020オリンピックでは、アメリカ初の金メダル獲得にに貢献し、自身もベストアウトサイドヒッター賞を受賞した。コービン・ハックリーと結婚し、登録選手名をミシェル・バーチ・ハックに変更した。ありがとうございます。